旬の若手俳優集結、気合の役作り。大丈夫ですかこれ朝。すいません。北村匠海さん、山田裕貴さん、吉沢亮さん、鈴木伸之さん、前田郷敦さん、磯村勇斗さんが顔を揃えた物語の鍵を握るバトルシーンの本編映像が届きました。急な一つの構想があって、原作ファンの方はすごいハッとするシーンというか、泣けるシーンでもあるし、なんか男の熱さみたいなのもすごいあるし、どこまでいってるのか分かんないですけど、こうなるシーンですよね。モニターで自身のアクションを確認する郷敦さん、監督に褒められてなんだか嬉しそうです。一方、アクション経験豊富な山田さんは現場で積極的に意見を出します。バトルシーンなのでみんな傷だらけメイクなんですが、現場は和やか。一寸だけちょっとなんかだから、うん、ちょっと現場の雰囲気がちょっと今もまだ飲み込めてゴードが来るんだよな。はい、これ以上に人見知りな人初めて見たかも。楽しいですね。そして注目したいのがイケメンたちのヤンキー姿。原作ファンからは再現度高すぎ、実写キャストハマりすぎなど、クオリティの高さを絶賛する声がたくさん。キャストたちの役作りも気合十分なんです。例えば悪だけど冷静沈着で男前なキャラクタードラケンを演じた山田さんは、地毛を剃って挑む気合っぷり。再現度は半端じゃないよ。ということで、ヤンキー姿が一番似合っている人は誰か聞いてみると、せーの、鈴木さんが3秒でナンバーワンヤンキー。眉毛とかも消したりして、あ、横もちょっと反り上げて、この格好でちょっと近所のコンビニにちょっと行く機会あったんですけど、店員さんがもうびっくりしてました。